こんにちは。セレモニーより大塚です。今回は参列者を決めるときにやった方が良いことについてお話してみたいと思います。ご家族構成やできたら簡単な家系図、こういったものを書き出してみてですね、どなたを呼ぶのかというのをですね、ちょっと打ち合わせをして決めていくというのが頭が整理されてよろしいんではないかなと思うんですね。で、特に家族葬の場合はですね、逆に誰を呼ばないかを考えることが一つ大きなポイントになるということでございますので、こういう点をね、ちょっと考慮していただいて決めていただけたらなと思います。今日は以上です。